平野紫耀、花の千晴れ、の聖地で見せた制服ロケ裏話。テレビドラマ、花の千晴れから花男 NEXT SEASON が6月26日に放送された最終回をもって物語を終えました。本作は、花より男子の新章として注目を集め、主演の杉咲花、キングプリンスへの平野紫耀、俳優の中川大使が熱演しました。 初回から苦戦した視聴率も徐々に上昇し、特に聖地と呼ばれるエビスガーデンプレイスの時計広場での制服ロケが話題を呼び起こしました。その裏側に迫ります。背景、花男シリーズの影響。 花のち晴れはかつての大ヒットドラマ花より、男子シリーズを彷彿とさせる要素を持ち特に主人公晴れ平野氏洋が時計広場でヒロインをと過ぎ、咲き花を誘いシーンが前作でのなシーンとリンクしていました。これにより30、30ケラ40代の花男ファンから支持を集め、視聴率急上昇の一員となりました。聖地巡礼の熱狂、エビスガーデンプレイスでの撮影、 特に話題となったのは、エビスガーデンプレイスにある時計広場での撮影。これは花男ファンならば誰もが訪れたい聖地とされ、撮影が行われるとファンが集結しました。6月23日の土曜日、午前10時頃には、制服姿の平野紫耀が登場し、ファンたちに大きな感動を与えました。 視聴率低迷の中、こうしたロケ地でのサプライズイベントが注目を集め、ドラマ全体の盛り上がりにつながったと言えるでしょう。制服ロケの舞台裏、ファンとの交流。平野仕様の時計広場での制服ロケは、一部のファンを除いては意外にも静かなものでした。 ファンが約22ほどで、それ以外の人たちはガーデンプレイス内の三越の開店前や散歩中の犬や外国の観光客でした。平野市用はスタッフの指示に従い、淡々と撮影をこなしていました。驚きと歓声が予想された中、周囲の人影はまばらで、予期せぬ静けさが漂っていたと言えるでしょう。撮影の雰囲気と終了。 疲れ知らずの俳優。当日は梅雨の影響で撮影が難しかった残りの場面の最終撮影日でした。実際の撮影は夜も行われ、編集もギリギリの状態で進行していたようです。関係者によれば、平野耀は最後まで疲れた様子を見せず、夜の撮影後も料理をペロリと平られるなど、プロ意識に満ちた姿勢を見せました。ファンとの交流後も、 平常心を保ちつつ、撮影を行い、期待される続編に向けた期待論も高まっています。花のち晴れの成功の要因。花のち晴れから花男 NEXT シーズンは、視聴率低迷から一転して盛り返した要因の一つに、聖地での制服ロケが挙げられます。特に平野仕様のサプライズ登場は、ファンの期待を超える感動を呼び起こし、話題性を生み出しました。 聖地巡礼が盛んな日本のドラマにおいて、制服姿でのロケはファンにとって特別な瞬間となります。これがドラマの成功につながり、続編への期待が高まっています。平野紫耀のプロ意識とファンとの交流も、作品全体の良い雰囲気を作り上げた要素であると言えるでしょう。